はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイアープロレスリングワールド、国際プロレスシリーズ、やっていきたいと思います。Twitch で配信してます。ぜひ、Twitch のアカウントフォローいただければ幸いです。Please my Twitch アカウントフォロー please。また、アーカイブ YouTube で、流します。2日後ですね。22日、21時頃に、プレミア公開の予定です。ぜひ見てください。YouTube のチャンネル登録、高評価、お願いいたします。YouTube マイチャンネル、This Live Archive Up, 2 Days After, My YouTube チャンネル、Subscribe and Good Button, Please. 旧ツイッターである X のアカウントを持っております。ぜひ、アクセスしてみてください。アカウントフォローもぜひお願いします。そして、ポストのリポスト、いいねなどもぜひお願いします。ツイッター X アカウントビジットアンドフォロープリーズ。リポスト&グッドボタンプリーズ。鉄道バスチャンネルやってますので、興味ある方は見に来てください。チャンネル登録もぜひお願いいたします。ということで、今回、デビリッシュファイト、1980年、デビリッシュファイトシリーズ最終回ですが、もう、実は3試合しかもう見れる試合、お届けできる試合がなくっていう感じですね。だいぶかぶったり、選手データがなかった試合が多いので、少ない試合になります。米村勉天心対津見五郎のシングルマッチです。さて、画面かきむしり。パンチパンチパンチ。ヘッドバット。カバーに行きます。エルボー、そしてエルボー。ヘッドバット。足踏みホールですが、これはロープブレイクですね。11月27日、千葉公園体育館です。さあ、このボストンクラブですが、ロープブレイク。あっと、急所攻撃だ。いけません。ブレーンバスター上がらない。リバースへ返す。投げてエルボー。そしてまたボストンクラブ。レッグエルボーですね。
なかなか静かな試合、うん、払い、リバースへ返す。あ、急所攻撃だ。痛がる米村。噛みつき攻撃、これはいけません。米村を額から出血です。ハーフボストンですね。さあこれが終わると1980年、運命の1981年がやってまいります。国際プロレス3周年ですね。ボストンクラブ、ルーテーズ杯とかあったりしますが、テレビのレギュラー放送を失ってしまいます。そして苦しい状態になってしまい、崩壊とにつながります。お、バックドロップ、カバーに行きます。スリーカウント、あっさり、ツーミゴローが勝利いたしました。ゴロースープレックスですね。さあ次の試合が、こちらとなります。タッグマッチですね、ラッシャー木村、カンスンヤンですね、対、キラーカールクラップ、外国勢ですか、カールクラップ、アレックス・スミルノフですね。60分かな、はい、行ってみましょう。ラッシャー木村、カンスンヤン対キラーカールクラップ、アレックス・スミオフをタッグマッチです。まずは先発は木村とスミルオフかな。ダブルブレラスター、カンスンヤンに立って腕を攻撃していきます。カバーに行きますが、これはすぐに跳ねのけます。行くが、これも跳ねのける。普段のヘッドロック、パスには基礎がいいですね。
ブレーンバスターすぐ持ってきます。さあキラカールクラップイタチ、さあダブルのブレンバスター、さあ木村イタチです。エルボー合戦、口出し、ヘッドバット、消化攻撃、おっとヘッドロックですね、結構強ヘッドロック、自信。あとブルドッキングヘッドロックだ。スピンオフ。パンチを一発。ヘッドバット。クラプリタッチです。ブレンバスター鮮やかに決まりました。あ、蹴りで倒れてしまう。サイドスープレックス、パスンヤン、そしてボストンクラブへ。スミノフ出てきてカットです。さあ木村も出てきます。さあクラップ、スミノフにタッチ、パスンヤンも急なにタッチ、サイドバスター本当？ガーッと、これはチョーク入ってます、カットに入ります。10分を経過しますが、まだ互角の展開ですね。おっとバックブリーカー気味に、さあこれが怖い、カバーに行きます。おっと一瞬の隙を突かれたか、2で返します。パンチ急所攻撃、だんだんとクラップスミオフ組の悪の攻撃が目立ってきました。反則プレイですね、ラフサッポ。さあロープに振ってラリアット、ラリアット、口出しラリアット、さあカンスンヤにタッチ、ブレーンバスター、逆さ抑え込みだ、これはカットに食らいます。そしてまたブレーンバスター、ブレーンバスター多いですね、カンスンヤ。そしてバックドロップ、これは結構乱入、あっと攻撃されてしまいます、後ろから。カンスンヤ狙われる、3人に狙われます。ハイキック、あー攻撃することができません、乱入者によって。さあ急なイタチですね、まだ乱入者残っております。これは大きな不利になりますね、木村幹部に。さあ乱入者帰りまして、木村とスミノフ、気がつけば16分を経過しております。これは
タッチはしてないんですね。タッチ。ブレーンバスター崩れます。ブドキングヒットロック。ジャンピングパイルドライバー、タッチです。アスンヤにサイドバスター、逆さ抑え込み、あ、決まってしまった。黒攻撃に、キラカールクラップの黒攻撃にカンスンヤ沈んでしまいました。さあ今回最後の試合ですね。それがこちらです。マイティの、埼玉県深谷市民体育館大会ですね。マイティ井上対キラーカールクラップとなります。やっぱり音あった方がいいな。このぐらい、ちょっと小さめですが、マイティの上でキラカールクラップですね。30分かな。はい、では行きましょう。マイティ井上対キラーカールクラップシングルマッチです。
カウント2、また乱入者だ。キリですね。おっと、高速ブレーンバスターみたいな感じか。ヘッドロック、そして足を蹴る、カバー、スリーカウント入ってしまった。いけないですね。もうやられてしまいました。さあ、ちょっとこれで終わってしまいましたね。デビッシュファイトシリーズは、つまり、1980年の国際プロレスは終了、残すは、1981年最終年のみということになってしまいます。まだ24分しか経ってないや。もうちょっとだけ、ちょっと面白くない、短すぎるんで、もうちょっとだけやりましょう。うん、ということで、オリジナル選手とちょっと戦わせてみるか。くれましたね。返すか、助けいく。16、キャメルクラッチか。クラブ
あ、ヒットバットですね、井上。サイド、カメルクラッチ。静かは立ち上がりですね。お。蹴り、大気合戦。マレーコム、あっと膝蹴りですね。4点ポジションの、カバーに行きます。カウント2、DDT、 そしてまた膝蹴り、確実にダメージを与えていきますね。頭にダメージが与えられる。さあスピングとホールド、足を攻めます。比較的タフマンマンモス、足が弱点です。ネックブリカードロップ、サイドスープレックス、井上反撃を見せます。グランドヘッドロック、足攻めた方がいいとは思うんですけどね。さあコーナーポストに詰めて、どうだ、決まった、ブレンバスター7式、これは大きい。そしてボストンクラブに行こう。さらにバックドロップ、大技決まりました。お、そして丸め込む、カウント2、またバックドロップ、井上攻めまくります。ちょっと押されてるぞタフマンマンモス、高速ブレンバスター反撃だが起き上がれない。ストンピング、キチシン、エルボーから走りましてラリアット、まあ STO 気味ですね。カバーに行きます。 2.9 ダメージが結構大きいですからね。エルボー、高速ブレンバスター。おっと、ちょっと疲れてるぞ、これを。タフマンマンモス、丸め込む。これがあります。スリーカウント。自在性ですね。切り返し。この体で意外な切り返し見せますからね。あっさり決まってしまいました。さあランダムエースエントリーしてみよう。なんだこの土方歳三って、ようわからん、初めて見る。まあ見て試合見てみるのもいいんじゃないでしょうか。土方歳三が試合を行います。さあジャンとババじゃない、アントニオ猪木がレフェリーです。どんな試合見せんだ土方って、何の土方なんだ、銀玉、銀玉じゃない、 FGO、 まだよく戦い方わからないですが、大気系のスタイルなのかな。おっとパンチ、
小手みたいな技ですね。お、え、これは反則になります。おっと、左パンチ、さらに右パンチ、ありますが、ちょっと散発的な攻撃にとどまっている印象です。タックルで倒す、ん、あ、誘い込んだ下から。さあパンチ、実は反則ですが、これも意外と効いてきますからね。スピングとホールドダメージに、お、これが現実だ。また膝蹴りですね。4点ポジション。おっと、バックスリーパーだ。双角系の技を持ってるのかな。おっと、つまめ返し、カバーに行きます。あっと、あっさりスリーカウントになってしまった。土方強いな、これ。ローリング決済から、白百合行ってみるか。さあ、まずは力比べ。結構やりますからね。おっと、腕を攻める。さあ、また力、そして倒す。多いですね、ドブキック。よく見ております。ボストンクラブ、腰を痛めつける。お、まただ、また腕を。だ、これは謎回転は戦闘かな。おっと、足ですね。ローキックを連発してますね、白百合。投げまして、またボストンクラブ、スタミナを奪っていきます。白百合の、おっと、うまく避けて足を攻める。足が攻められてますね、これ。さあ、距離を取っての試合となってます。さあ、ハーフボストン、腕を取ります。どうする。おっと、早くもゲドクラッチ、カウントワン。ただダメージ量が少ない。
あと牛効果はエルボーだ。ネックブリーカードロップ。おっと、そしてまたハーフボストン足を攻めます。腕を攻めます。まただ。そしてまたハーフボストン3回目ですね。まただ。おっとサイドクラッチカート1。さあロープに振って巻き投げ一戦。グランドヘッドロックに行こうです。おっとまた腕を取る。さあ腕をダメージが蓄積されますからね。パール押す。そしてロー決まったサマーソートドロップカウント1。またゲロークラッチカウント1。静かな展開で。おっと腹固めだ。スタミナが奪われていきます。エルボー。おっと監獄固めですかね。これは足がボディスラムですね。そしてスピングとホールド。乱入？あれ？これは3部ですね。サブミッションの3部。ダブルのブレーンバスター、これは痛い。おっとサブミッションの足を攻めます。そしてアームロック。まあ剣にもありませんが、腕が確実にダメージが蓄積されていく。ダブルブレンバスター10分以上経過。アキレス腱固めです。そうそう帰るかな。帰りますね、さすがに。エルボー。バックリップ。ヘッドバット。さあ、反撃です。マイティの上。グランドヘッドロック。まだ、やらないでしょうね。余裕あるでしょうね。お、今度は、腹横関節技。フライングクロスチョップです。逆さ抑え込み。2.9。カバーに行きます。カウント2。おっと？なんだ？バックドロップ大技炸裂。どうだ？カバーにはいかない。おっと自分でこけてしまう。さあ両者ちょっとグロッキーな状態。またバックドロップ。さあこれはちょっと試合より苦しいぞ。関節攻撃どうだ？おー、サマーソートドープ。崩れる。ドープキック。
おっと、ドラゴンスクリューです。そしてセントーン、クイーンのセントーン、巻き投げ一戦、ヒットバット。さあこれは勝てるのか。またバックアウト、さすがにこれを過ぎます。ハーフボストンですね。どうするんだ。おっとヒップアタック、さらに腹固め、決まった。試合入りが井上破りました。さあランダムです。荒井健一郎ですね。荒健か、今どこで何をしてるんだろう。行ってみましょう。は荒井健一郎だったら大木ですね。バット、バックドロップ、これがありますからね。井上にはもうそろそろ一勝欲しいところ。ブレーンバスター、さらにボストンクラブ、バックドロップ、今井上はいい攻め方ができております。さあ荒井健一郎のスタミナをどんどん奪っていく。おお、スピンウッドホールド、足を攻めます。さあチョップが、チョップを連打、大きいですね、やっぱり荒剣。またバックドロップ、また乱入、乱入比率多くないかなんか。おお、ドラゴンゲートを選手でしょうね。おっとサマソートドロップ、おパンチ、ネックブリカードロップ、そしてスピングトーホルダーが乱入者に吉野左右。そしてバックドロップ、カバーに行きます。またもバックドロップ、丸め込んだ回転エビ固め、 2.9。 そしてサマソルトロープ決まりまして、カバーです。どうだ、カウント2で返す。おっとコブラツイストですね。これはロープブレイク、サイドコブラ、今度は真ん中でガッチリ決まった。
と場外出ていく。これは飛ぶぞ。井上プランチャー、ボディアタック決まりましたね。さらに場外でバックドープ、これはきつい。お、首を場外戦続きます。ヒットバット、井上リングに戻っていきます。新井を戻ってきました。さらにバックドープ何発食らってるんでしょうか。新井厳しいですね。これはさあコブラで反撃。またもバックドロップ、ちょっとバックドロップ食らいすぎです。新井ヒットバット、かなり頭部にダメージが蓄積されているのではないでしょうか。さあちょっとやっぱりフラフラとしてきましたね新井。さらにサマーソルトドロップ、お、またコブラ、崩れます。お、おっとエルボーだ、決まった。マウントエルボー、意外な技で井上が勝利を取りました。マウントエルボーなんか見たことないよな。ガードポジションエルボーワット、ヒグマやってみるか。面白そう。では試合開始です。行きます。体重乗ってますからねヒグマも。さあボストンクラブ、そしてエルボですか。おっとラリアット、意外。さあボストンクラブへ掟破りの技が出ました。お、エルボー、ラリアット、カバーへカウントワン、おっとスピングトーホールド、裏のヘッドロックです。サイドスープレックス、お、マレー込む、カウント2、
ラリアット。そして首をねじ曲げる。バックフリップ。ラリアット。そして強引に抱きつける。ラリアット。またアンコン駅。ドバット。これはロープ際。リバースへ返す。おっと、サマソルトロープ決まって 2.9。 ハイクロスチョップは不発。ラリアットは不発。おっと、これは落とします。さあどうだ。 2.9。 あぶ、あ、エアウシーマイティの上。さあ早くも終盤戦の感じですね。ブレーマスター決まりました。おっと落とす。ボブ攻撃どうするんだ。起き上がったとこを、あ、強引にラリアットへ倒す。そしてボムですね。ドバット。ちょっとこれ塩陣を疲れが見えますね。ウィンスアーム。そして丸め込む。カウント2。ネックブリカードロップ。バックドロップを。ネックブリカードロップですかね。さあカウント2に。ジョーダン、あ、市内を持ち込む。さあどうだ。市内を打った。狂気攻撃だ。もう一発、今度は柄の部分で打ちます。さあこれはシャチホコだがニアロープ。ニアロープでなかった。危なかった。おっと、ヘッドバット。エルボー。チョップですね。お、しかし決まってしまう。ボム攻撃。さあカバーに行けるか。カバーに行かない。ラリアット。どうすんだ。チョークサームですね。アイアンクロー式の。決まったか。カウント2。お、押されてますね、ヒグマに。あとこれは厳しい。どうだ、耐えられるか。なんとか耐えた。お、まただ。そしてボディアタックで追いかぶさる。 2.9。 普通に落ちる。さらにと、さあ走ります。ボディアタック。さあ逆襲が欲しいところ。マイティの上
連続のショップ、あっとこれで流れが変わるんですね。この一発で走って丸め込んだ、飛びついた 2.9。 さあまたアイアンクロスラム、これいけない。ん、何をする、あとボム気味に落とした、3カウント決まってしまった。ハーフネルソンボルムか。さあリクザブルーザーか、うん、もうちょっと新しい選手が。お、三四郎面白そう。行ってみましょう。最後の試合かな。まずはお、ヒットバット、はい、ボストンクラブ、投げられない、ブレーンバスター、さらにボストンクラブ、おっとチップを食らいましたね。サイドスープレックス、蹴りですね。お、チョップ、プレーマスター、投げます。あー、エルボー、カリオエルボー、不発、サイドスープレックス、ストラックブロー、そしてサマソートロープ決まりました。おっと、ダスク一瞬足を取った。三四郎にはスタナーがあります。ラリアット、大技合戦、ラリアットトップキック、ラリアット、そして回転、エビ固め 2.9。 おっと、スタナー決まった。さらにテキサスクローバーホールド、これフライクロスショープ、空中殺法、2.9。 さあこれはどうするんだ、蹴りを食らせるボディスラム、
これは、あーっと、ボムですね、なんかの 2.9。 あっと、あとペディグリーだ。さあ、ボム攻撃固めます。 2.9、 井上返す。そしてバックドロップ、井上、これがあります。さらにバックリップ、丸め込んだ。 2.9、 そしてまた、おっと、パワーボム、 2.9 返す。あ、ジャーマン、 2.9 で返す。そしてまたスタナー。お、コーナーポストからどうするんだ、今立ち上がる、ダイングラリアットかな。まもなく10分経過、屈辱中。そしてサマーソートドープ、バックドロップ、あ、フォールドですね。だが、もう一回バックドロップ。ダメージを蓄積させていく。お、コーナーポストからどうするんだ？お、ミサイルキックです。カバーに行きます。スリーカウント。井上、勝ちましたね。いろんな技を見せてくれますね、井上は。はい、ということで、今回ここまでということで、国際プロレスシリーズ、次回は何になるんだろう。次回から1981年は5つシリーズがあります。最初のシリーズが、ただね、 1シリーズのカードが少なくなってしまいます。ニューイヤーパイオニアシリーズですね。こちらでルーテーズ杯が行われます。マイク・ジョージ、ボブ・スイータン、ベン・アレクサンダーって誰だ、そしてロー・ロペス、ジム・スター、ホセ・アローヨかな。で、ジーエン・ベーダー、今回はロバート・ソトということで。でルーテーズ杯をかけてのリーグ戦もスタートとなります。ちょっと閉塞なリーグ戦にはなりますけどね。はい、ということで次回お楽しみに。
はい、よろしければチャンネル登録。高評価をお願いいたします。ツイッチのアカウントフォローをお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー please。この動画 YouTube で2日後22日21時号からプレミア公開でアーカイブ残します。ぜひ YouTube のチャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。This live upload my YouTube channel 2 days after my YouTube channel subscribe do and good button please。 旧 Twitter である X アカウントを持っております。ぜひ、ご訪問ください。アカウントのフォロー、ポストのリポスト、いいねもお願いします。 TwitterX my アカウント visit and follow please。 my ポストリポスト&グッドボタンプリーズ。ということで、ファイヤープロレスリングワールドライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。